久保さんやっぱり薬はまずいですよね。まずいですね、はい。まあ言い方を変えるってことじゃないですか。まあ別に嘘つかなくてもいいけど、まあ言い方を変えるっていう。まあ、どうなんだろうな。まあいいや。<laughs> まああの、僕はいろんな、まあ行動しましょう、やりましょうっていうのは、やりましょうじゃ、いや、やれないんだよと。じゃあこうすればできるんじゃないですか。ああすればできるんじゃないですか。じゃあこっちはどうですか。 いや、それもダメだったらこっちもありますよ。いや、こっちもダメだったらこっちはどうですか。いや、それもダメですか。じゃあ、これはどうですかっていうのを言い続けていきますけどね。<laughs> 要はもう、できない理由を全部潰していくっていう。で、できない理由を仮に全部潰していろんな方向から言ってやらないんだったら、それはやる気がないということですね。<laughs> それはどうしようもならないですよね。久保さん、やる気がない人を、うーん、なんか教えたいですかやる気がない人。<laughs> 走りたくないのに走ればかろうっつってね。走れ、走りたくないんですよ。その人は走りたくがない。マラソンしたくない。マラソンしたくないのに、マラソンしろと。マラソンすることはいいことなんだ。でもマラソンしたくないんですよ。教えたいですか僕はやりたくないですね、それは。うん。そう。だから僕はやる気がある人に入ってもらえるように、えー、やってます。できるだけ。そう。 まあ、ドリームアカデミアも120万。120万でやる気ない人入んないと思うんですよね。やる気、ネットビジネスやる気がないのに120万払うバカいないでしょ。さすがに。でもこれ安いとね。まあ、やる気が上がろうがながろうが、とりあえず安いから買ってみようっていうのはそうはいるので、だまあ、今回どれぐらい売れるかわかんないですけど、多分まあやる気がない人は来ないんじゃないかなと思いますね。やるっていう前提で入っていただけると思います。はいまあ、これからセールスですけど、いってらっしゃい。